実りの秋、実りの藤沢。藤沢では今まさにフルーツが旬を迎えています。でもどうしてこんなに美味しいフルーツが藤沢で育つんでしょうか。今回は農家さんにお邪魔してその理由を探ってきます。藤沢市では野菜や果物、牡蠣、魚介類、畜産物など豊かな農水産物が生産されています。そしてこれらを多くの市民の皆さんに楽しんでもらえるよう地産地消への取り組みを進めているんです。志村さん、あの藤沢市では地産地消の取り組みってどういったものを行っているんでしょうか。はい、藤沢市には地産地消推進計画という計画がありまして、それに基づいていろいろな取り組みを行っています。大きな取り組みとしては3つあるんですけれども、1つ目は量販店だったり、あとは飲食店さんに藤沢さんの食材を使っていただく供給強化の取り組み、2つ目が市民の皆様に藤沢さんの農水産物を知っていただく普及啓発の取り組みで、いろいろなイベントなどを開催しています。で最後の3つ目が学校給食、あとは保育園給食の取り組みになるんですけれども、学校周辺で生産されている野菜を子どもたちに食べていただいて藤沢の農水産物を知っていただくという取り組みに力を入れています。もう学校給食で子どもたちが地元の美味しいものを味わうことできるってことなんですね。そうですね。やっぱりね、市内の皆さんにとって地元の野菜とか果物っていうのはもちろん人気だと思うんですけど、市内外で藤沢さんのフルーツの人気っていうのはどうなんでしょうか。とっても人気が高いです。一番メインの時期が、ちょうどお盆の時期に重なりますので、遠方のご親戚だとかお知り合いに藤沢のフルーツを送る方もたくさんいらっしゃいます。身近で食べられる美味しいものでもあり、誰かに送りたくなる贈答用としても人気ってことなんですね。はい、そうですね。日々の食卓を彩る藤沢産の農水産物、その中でも夏から秋にかけて人気が出るのが果物です。その魅力を探るため農家さんにお邪魔しました。いまだにある大下園さんにやってきました。フルーツスタンドと書いてありますね。いらっしゃいました、諏訪間さんですか。はい、おはようございます。リポーターの西波咲と申します。諏訪間と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見てください、美味しそうな梨がもうずらっと並んでおります。今日はいろいろ教えていただけるということで楽しみにしてきましたので、よろしくお願いします。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。まずお邪魔したのは未だにある大下園です。梨やぶどうなど多くの品目を手掛け、地域の方も季節のフルーツを気軽に買いに訪れる、そんな農園です。諏訪間さんがまず案内してくれたのは自慢のぶどう畑。お邪魔します。ぶどうありますよ。全部こう袋がかかっている状態なんですね。そうですね、ぶどうの場合は、はい、果物の粒をそのまま口に入れるんじゃないですか、ですので薬剤散布をされた時に実に付着するじゃないですか、それを防ぐ効果があるわけですよね。だから皆さんが安心して綺麗なぶどうを口に入れることができると。でもこれ一つ一つやるの大変じゃないですか。まあそうですね、畑がねこう奥の方まで続くぐらいね、ちょっと面積があるんで、見てください、もうどこまでも続くぶどう畑、広いですね。ちなみにこれ、広いですけど、何種類か、いろんな種類があるんですか。そうですね、うちで作ってるぶどうの種類は約10種類を目標に。10種類、はい。例えばこれなんかは何ですか。これはね、シャインマスカットって今流行りのぶどうですね。シャインマスカット、なかなか手が出せないあの高級なシャインマスカット。シャインマスカットも藤沢で育てられているんですね。そうですね、気象条件ね、いろいろあって難しいところもあるんですけど、藤沢ね、生産者皆さん熱心で、やっぱりいろんなぶどうを作っていこうという形でね。市内の農家の皆さんは多くの人に藤沢さんのフルーツを楽しんでもらえるよう日々
品種改良にも力を入れています。そんな中、ブドウの新しい品種を見せてもらうことに。それであと新品種で、なんていうんですか、鈴鹿っていう。へえ、鈴鹿。去年一昨年あたり出た品種なのかな。ちょっと見せてもらっていいですか。ああ、よろしいですよ。これが鈴鹿っていう新品種ですね。新品種の鈴鹿。ああ、開けてくださってありがとうございます。こういう感じに、まあ、今年はね、初鳴りなんで。あ、今年初初鳴り。すごい。一応ね、シャインマスカットと同じで、はい、マスカット臭がするっていうんで、で皮ごと食べられるっていうのも一応多少ね、売りに入ってたんで、まあ、ちょっと挑戦的に作った感じですね。あ、でそう、新しいのが出ると、まあ、やってみようかっていうので取り入れたりっていうのが結構あるんですね。そうですね。このような農家のチャレンジ精神が私たちの食卓を豊かなものにしてくれているんですね。諏訪間さんが続いて案内してくれたのは梨園です。こちらの何種類ぐらいあるんですか。ね、うちで作ってるのがまず基本的にはまず香水、はいはい、で放水、はい、ほんで今秋月ってやつと、うん、まあ、20世紀っていうのを一部作ってて、はい、それでいて新高がこの品種ですね。あ、今このちょうど真上にあるのが新高。そうですね。え、あ、じゃあ場所によって違うんですね。そうですね。なんか今日特別にちょっともいでもいいということなので、私初めて梨狩りっていうんですか、もうちょっとやらせていただきたいと思います。なんかどれがもう今取れるよっていうのあります？やっぱりね、梨はね、大きくて赤いのが美味しいんですよ。もうどうやってもげるんですか。梨っていうのはね、はい、基本的に引っ張っても取れないんですよ。まあ、これで言うと、はい、引っ張っても取れないんですよ。上に持ち上げれば取れるんですね。すごい、今簡単に取れましたけど。本当だ、すごい簡単に取れましたね。でもどうしてこう藤沢でこういった美味しいフルーツが育つんですか。それは結構難しい質問だと思うんですけど、やっぱり一生懸命頑張った結果じゃないかなとは思いますけどね。まあ、でもね、富士みのりって名前にもね、富士がついてますから、それが全国に広がってこう富士沢と共にこう一緒に広がっていくと嬉しいですよね。嬉しいですよね。地元の、ね、農家さんからしても、まあ、やる気が湧いてくるというか、そういうところもあると思いますよね。でもね、この大下園さんでは直売もされてるっていうことで、まあ、そうです ね、地元の方がすぐに買いに来られるっていうのも魅力だと思うんですけど、はい、まあ、どうしてこう直売っていうのをやられてるんですか。まあ、やっぱりね、その作った、ね、果物を、まあ、より新鮮な、ね、形で、まあ、より、ね、地元の、ね、消費者の方に、まあ、供給できれば、まあ、いいかなみたいな形ですよね。俺からするとやっぱり果物好きが増えてほしいなっていうのが大元はあるんですよね。今これ購入されたばかり、はい、今日は何を購入されたんですか。シナノスマイルというブドウを買いました。実際でこういった直売所がある魅力っていうのはどんなところですか。藤沢に来て2年ぐらいなんですけども、とってもお安いし、そして甘くってとても美味しいので、はい、いただいてます。じゃあもう安くて美味しいフルーツが近くにあるっていうのはやっぱり嬉しいです。そうですね。続いて私が向かったのは高倉にある青木果樹園。こちらではブドウや梨以外にも多くの種類の果物を育てているんです。年間通しての、はい、まあ、細々とやってますけど、大きいとこは夏の梨とブドウとイチジクですね。で秋に入ると柿で、冬がみかん、大きいとこだとそういった、あと栗か、そういったとこですね。はあ、はい、もう魅力的なものばかりいろいろでも育ててらっしゃるんですね。はい、まあ、果物とかでこう育てる環境、まあ、気候とかも大事だと思うんですけど、はい、この藤沢で育てているこの果物の魅力っていうか、どういったところだと思いますか。こう消費者の方、お客さんが近いんでね、やっぱりこう僕らも最高に美味しい完熟の状態まで待って取って、でお客さんもすぐ買ってくれるんで、そこが一番の魅力だとは思いますね。青木さんすごいお若いなと思ったんですけど、もう33か、はい、近いんですけどお父様とかも何代もこうやられてらっしゃるんですか、地元で。そうです、今は祖父の代から、祖父と父と私3代ですけど、その前から果樹園じゃないですけど農家としてはずっとやってますね、戦から、はい、そうなんですか、はい。じゃあもう長年こう地元で皆さんに美味しいものを届けてらっしゃるということなんですね。はい、
そして今回青木さんのご厚意で私の大好物であるイチジクを特別に試食させてもらいました。試食させてもらったのはバナナみたいに甘くて美味しい皮も食べられる品種バナーネです。じゃあいただきます。うん、うん、甘いし、でもなんだろう、ちょっとした酸味というかこうさっぱり感があるので、濃厚っていうよりはさっぱり食べられるイチジクっていう感じ、美味しいです。今回私が取材をして感じたのは、市民の皆さんに美味しいフルーツを届けたい、その農家の皆さんの思いが豊かな食を育んでいるということです。またこれらの旬のフルーツを藤沢市では皆さんに知ってもらうため情報発信をしています。美味しい藤沢さんホームページは、見て楽しい、食べて楽しい、キュンとする藤沢さんとキャッチコピーとしまして、8月2日にリニューアル公開されました。こちらのホームページでは藤沢さんの農水産物の情報や地産地消に関する情報をお届けしています。藤沢さんの農水産物を紹介するページ、みんな藤沢さんでは藤沢さん特有の情報も掲載しております。その他にも地産地消に取り組むお店、藤沢さん利用推進店のご紹介や藤沢さんの食材を使用したレシピのご紹介などもございます。本日ご紹介しました藤沢の果樹農家さんの直売所マップも掲載しております。皆様に見やすくて分かりやすいホームページを目指しておりますので、ぜひご利用ください。見て楽しい、食べて楽しい、キュンとする藤沢さんの農水産物を皆さんもぜひ美味しい藤沢さんのホームページで探してみてくださいね。